すいません、さっきもスピーチしたんですけど、シールズの奥田って言います。今日はよろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。まだ声出ますか？一応日本語でも言っとくと、あのシールズっていうのはスチューデントエマージェンシーアクションフォーリベラルデモクラシーズ、つまり自由と民主主義のための学生緊急行動として立ち上がりました。で、僕たちは安倍はやめろとかも言うんですけど、なんで言うかっていうと、単純にこの安保法制がおかしいだけじゃなくて、やっぱり今の、あの内閣の動き、この安倍政権の動きが、やっぱ国民の権利とかを、民主主義を理解してない、その怒りがあるので、僕たちはこの政権に徹底的にノーを言いたいと思います。若い人も頑張って声上げていくんで、年配の方も、父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃんみたいな方も、めっちゃ声出していきましょう。よろしくお願いします。怒ってますよ。これ取れない。憲法を守れ。
だ？民主主義ってなん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 だ？言うこと聞かせる番だ俺たちが。言うこと聞かせる番だ私たちが。言うこと聞かせる番だ俺たちが。言うこと聞かせる番だ私たちが。憲法守れ。国民なめんな。戦争反対。安倍はやめろ。国民なめんな。戦争反対。子供を守れ。安倍はやめろ。集団的自衛権はいらない。集団的自衛権はいらない。独裁やめろ。独裁やめろ。独裁やめろ。安倍はやめろ。独裁やめろ。ファシストやめろ。ファシスト通すな。安倍はやめろ。独裁やめろ。ファシスト通すな。独裁反対。安倍はやめろ。戦争反対。子供を守れ。命を守れ。安倍はやめろ。戦争反対。子供を守れ。命を守れ。安倍はやめろ。国民なめんな。勝手に決めるな。国民なめんな。安倍はやめろ。戦争反対。子供を守れ。命を守れ。安倍はやめろ。ファシスト通すな。平和を壊すな。ファシスト通すな。憲法を守れ。憲法を守れ。ファシスト通すな。憲法を守れ。独裁やめろ。憲法を守れ。ファシスト通すな。独裁許すな。安倍はやめろ。憲法を守れ。
憲法守れ、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 国民なめんな、国民なめんな、国民なめるな、国民なめるな、なんか自民党感じ悪いよね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 、戦争反対、戦争反対、戦争反対、安倍はやめろ、戦争反対、ファシスト通すな、戦争反対、安倍はやめろ、戦争反対、子供を守れ、独裁やめろ、安倍はやめろ、戦争反対、子供を守れ、ファシスト通すな、安倍はやめろ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 、I say 安倍、 You say やめろ、安倍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 、I say 憲法、You say 守れ、憲法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 、強行採決絶対反対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 、強行するな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 、勝手に決めるな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 、民主主義ってなんだ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 、国民なめるな、国民なめるな、国民なめるな、戦争反対、子供を守れ、安倍はやめろ、子供を守れ、安倍はやめろ、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から憲法を守れ、安倍晋三から沖縄守れ、安倍晋三から生活守れ、安倍晋三から日本を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 守れ、安倍はやめろ、安倍はやめろ、安倍はやめろ、安
雨はやめろ、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 雨はやめろ。お疲れさんです。まだ声出ますか？相当やばい人数集まってます。多分これ2万5000とか全然聞かないと思うんで、まだまだ気合い出してコールしていきましょう。次はちょっとまた先生に来てもらってます。上野先生です。社会学者の上野先生です。よろしくお願いします。学生の皆さん、高校生の皆さん、中学生の皆さん、いますか？安保法制に反対する学者の会から来ました上野千鶴子です。昨日私たちは9766の学者の署名を全政党に届けました。今の政府は憲法学者の専門性を踏みにじりました。学者を信じられないのであれば大学はいりません。おじさんとおばさんは怒ってます。私は45年前学生でした。その時は戦いました。今時の若者はどこにいて何してんだと思ってたらここにいるじゃないか。70年アップの時には学生と教員は対決しました。60年アップの時には学生と学者は共闘しました。今再び2015年の今日、学生と学者はこうやって共闘の場に立っています。もしこの戦争法案が成立したら、戦争に行くのは君たちなんだ。ある若い女の子が言いました。戦争に行くのって男の子だけでしょって。違うんです。これからは女も戦争に生かされます。それが政府の言う男女共同参画というもんです。女を活用して使い捨てる、これが政府の女性活躍法案です。で、今日強行安保法制が特別委員会で強行採決されました。この違憲法案を通した自民党と公明党は本日憲法違反を犯しました。もしこの法律が本会議で通れば、立法府丸ごと憲法違反を犯します。憲法は私たち国民が主権者として国会議員内閣に守らせるための法律です。私たちが国会議員の主人です。主人の言うことを無視する国会議員は私たちは全員罷免してもいいんだ。皆さん方は18歳からこれから主権者になります。18歳の選挙法案通したってどうしてだと思う？舐められてんだよあんたたち。で、18歳からの主権者があなたたちが主人公だ、あなたたちは国会議員の主人だということを決して忘れないでください。本格にある島を回しするため、で、これから、私たちはまだ長い戦いを戦わなければいけません。今日国会はルビコン川を渡りました。で、その川を決して渡らせない。私たちが主人として彼らを監視し、私たちの意思を絶対に通すということを若い人たちと今おじさんおばさんたちが一緒にこうやって戦える、こんな日が来ると私は夢にも思わなかったが、今日は本当に生きててよかった。ありがとう。
上野千鶴子先生でした。もう一回大きな拍手を。ありがとうございました。コールしたいと思います。決めるな、国民なめんな、強行するな、国民なめんな、憲法守れ、国民なめんな、安倍はやめろ、国民なめんな、国民なめんな、憲法守れ、憲法守れ、憲法守れ、勝手に決めるな、勝手に決めるな、やつらを通すな、やつらを通すな、強行する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 な、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、戦争する総理もいらない、憲法守らぬ総理はいらない、憲法守れ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 、勝手に決めるな、憲法守れ、勝手に決めるな、憲法守れ、勝手に決めるな、へりくつ言うな、へりくつ言うな、憲法守れ、憲法守れ、勝手に決めるな、へりくつ言うな、へりくつ言うな、強行するな、なんか自民党感じ悪いよね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 、するな、勝手に決めるな、戦争するな、国民なめんな、戦争するな、勝手に決めるな、戦争するな、集団的自衛権はいらない、解釈会見絶対反対、へりくつ言うな、国民なめんな、へりくつ言うな、強行するな、安倍はやめろ、さっさとやめろ、安倍はやめろ、憲法守れ、命を守れ、
命を守れ、命を守れ、やつらを通すな、やつらを通すな、ノーパッサラ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 、やつらを通すな、強行するな、やつらを通すな、やつらを通すな、安倍はやめろ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 、憲法を守れ、憲法を守れ、国民なめんな、憲法を守れ、ノーパッサラ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 、やつらを通すな、勝手に決めるな、国民なめんな、やつらを通すな、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、なんか自民党感じ悪いよね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 、憲法を守れ、命を守れ、憲法を守れ、未来を守れ、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から沖縄を守れ、安倍晋三から沖縄を守れ、ノーパッサラ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 、民主主義ってなんだ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 、戦争したくなくて震える、戦争したくなくて震える、戦争したくなくて震える、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、安倍はやめろ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 、憲法を守れ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 、戦争するな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 、I say 安倍、 You say やめろ、安倍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 、I say 戦争、 You say するな、戦争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 、I say 憲法、 You say 守れ、憲法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 、
憲法、安倍はやめろ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 、すいません、ちょっと連絡なんですけど、ちょっと左側に人が溜まりすぎてるんで、右の方に流れていくようにちょっとずつよろしくお願いします。なるべく怪我とかないように周り近所して見て言ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。そしてまた国会議員の人が来てるんで、ちょっとスピーチしてもらいたいと思います。あれっすよね、俺今日のために決闘記念公演があったのをキャンセルして、わざわざそういうのを全部キャンセルして来てくれました。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、共産党の志位和夫です。若い皆さんがこの国の前途を真剣に考え行動していることを本当に頼もしく思っています。皆さん、今日安倍政権と自民公明は平和安全法制の名での戦争法案の特別委員会での採決を強行しました。皆さん、どんな世論調査を見ても国民の5割以上は憲法違反と言ってるじゃありませんか。6割以上はこの国会で成立させるなと言ってるじゃありませんか。8割以上は政府の説明は十分じゃない、こう言ってるじゃありませんか。皆さん、日本の国の主権者は国民ですよ。憲法に書いてるじゃないですか。国民の圧倒的多数が反対と言っているこの戦争法案、たまたま国会で多数を握ってるからといって安倍政権に強行する権利なんかありません。これは皆さん、憲法9条を壊すだけじゃない、国民主権への挑戦じゃないでしょうか。皆さん、私も国会で論戦やってきましたが、もう戦争法案が憲法9条をことごとく破壊する違憲の法案だということははっきりしてまいりました。戦闘地域まで行って兵隊やる、戦乱がついているところまで行って治安活動をやる、そして集団的自衛権、憲法9条には戦争をやっちゃいけない、戦力持っていけない書いてあるじゃないですか。憲法9条の下で集団的自衛権など行使できるはずがないじゃありませんか。皆さん、憲法が権力を縛るというのが立憲主義ですよ。権力者が憲法を壊したらどうなりますか。独裁政治になるじゃありませんか。安倍政権による独裁政治、専制政治への道をみんなできっぱり拒否しようじゃありませんか。皆さん、安倍政権がなぜ採決を急いだのか、国民の皆さんの空前の戦い、若い皆さんのこの素晴らしい戦い、これに追い詰められた結果が今日の採決ですよ。追い詰められた挙句強行採決に逃げ込んだというのが安倍政権じゃないですか。皆さん、今国会の取り巻き、そして日本列島津々浦々で起こっている
国民の戦いは戦後70年のいろんな戦いありました。60年安保闘争もあった。いろんな戦いあったけれども、これまでのどの戦いよりも広く深い空前の戦いに私はなっていると思います。若い皆さんがその先頭に立っている。ここに日本の未来があると私は信じております。皆さん、明日は本会議です。与党は職権で本会議を立ってきました。私たち野党5党の党首会談やりまして、明日の採決は認められない。採決には私たち全部退席いたします。ただ同時に国会には出てきまして、反対の討論を断固として徹底的に行います。明日は私も反対の討論に立ちまして、この戦争法案がどんなに道理でないか安倍首相の前でぶつけてやりたいと思います。皆さん、安倍政権こそ日本の最大のリスクですよ。安倍政権倒そうじゃないですか。安倍政権倒すまで皆さんと一緒に頑張り抜くことをお誓いして、そして戦争法案を廃案に追い込むこと、その先頭に立って皆さんとスクラム組んで頑張り抜くことをお誓いして私のスピーチといたします。頑張りましょう。ありがとうございました。共産の党首 C さんでした。明日の討論もめっちゃ楽しみにしてます。次のスピーカーは、社民党の党首吉田さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。社会民主党の吉田忠智です。若い皆さんが日本を戦争ができる国にすることを許さない、そういう思いで立ち上がっていただいたことを本当に頼もしく心強く思います。今日自民公明の与党だけで憲法違反の、そして多くの国民が反対する戦争法案を強行採決しました。皆さん方と共に強く抗議しようじゃありませんか。100時間議論しても200時間議論しても憲法違反は変わらない。安倍総理は、そして今回の法律は戦闘が起こる可能性のあるところに自衛隊が行って後方支援を行う。安倍総理は戦闘が始まったらすぐに撤退をしますと言いました。そんなことができるはずはない。素人だってそんなことは分かるじゃありませんか。そして徴兵制の議論も行われました。憲法9条の解釈をこんなに簡単に変えられるんであれば、憲法18条の解釈も変えて徴兵制も導入できるのではないか。そういう心配を多くの国民が持っています。防衛省で官僚になっしていた人も言っています。専門家もそう言っているんです。そして多くの若い人たちが多額の奨学金を返済できない、そういう声も上がっています。そうしたら経済界の売り切り機が、じゃあ奨学金の返済を免除するから自衛隊に入隊させたらどうか。冗談じゃない。これを巷では経済的徴兵制と言うんです。今回の労働派遣法の改悪、残業代替の制度、労働法制の改悪と密接に結びついている。
安倍政権のやってることはそういうことなんですよ。安倍政権を倒さなければならない。そして若い人たちがの声が全国にどん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 広がって、俺たちは戦争に行かないぞ、絶対行かないぞ、そういう声を上げてくれたら必ず今国会で参議院に送られてもこの戦争法案廃案に追い込むことができると確信をしています。社民党も皆様方と共に希代の悪を、戦争ができる国につながる戦争法案廃案に向けて全力を挙げます。皆さん廃案まで頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。社民党の党首の吉田さんでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。実はちょっとここあと10分ぐらいしたらここにあるステージどかさなきゃいけなくて、すいませんね、上からコールしちゃってごめんなさい。あと10分ぐらいしたらもっと僕が低くなるんで、僕と同じぐらいみんな皆さん声を出してほしいと。別に誰が主催で誰がリーダーとかそんなことないんで、別にお客さんじゃないんで、今日一回も皆さんにありがとうございますって俺言ってないんですよ。それはちょっと今日言われて、いやだってみんな一人一人として来てんでしょ。別にまあ、いろいろ所属とか職業とかあるかもしんないけど、でも俺ら一人一人個人として怒ってますよね。もはや保守とか革新とか若いとか老いてるとかそんなん関係ないっすよ。おかしいと思う人は声出していきましょう。それがこの国の民主主義の形でしょ。よろしくお願いします。あ、一つちょっと英語のコールやりたいんですけど、Tell me what democracy looks like って僕が言うと、This is what democracy looks like と言ってください。すげえむずいんですけど、まあ、要は民主主義ってなんだって聞いたら、これが民主主義だって、その後日本語でもやるんでちょっとやってみましょう。Tell me what democracy looks like!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  民主義ってなんだ?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 民主義ってこれだ。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 勝手に決めるな。勝手に決めるな。勝手に決めるな。ヘリクス言うな。勝手に決めるな。ヘリクス言うな。勝手に決めるな。憲法を守れ。安倍はやめろ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 。戦争反対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 。勝手に決めるな。戦争反対。勝手に決めるな。奴らを通す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 な。ノーパンサラン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 。なんか自民党感じ悪いよね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 。戦争するな。戦争するな。戦争するな。
独裁やめろ、強行やめろ、強行やめろ、憲法を守れ、強行やめろ、国民なめんな、強行やめろ、国民なめんな、強行やめろ、国民なめんな、強行やめろ、憲法を守れ、強行やめろ、憲法を守れ、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、憲法を守れ、国民守れ、憲法を守れ、生活守れ、憲法を守れ、未来を守れ、憲法を守れ、子供を守れ、集団的自衛権はいらない、戦争する総理はいらない、戦争する総理はいらない、戦争する総理はいらない、やつらを通すな、戦争するな、やつらを通すな、戦争するな、憲法を守れ、勝手に決めるな、憲法を守れ、安倍はやめろ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 、なんか自民党感じ悪いよね、なんか自民党感じ悪いよね、集団的自衛権はいらない、戦争する総理もいらない、憲法を守れ、国民守れ、憲法を守れ、未来を守れ、ノーパスされん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 、強行するな、勝手に決めるな、強行するな、憲法を守れ、強行するな、安倍はやめろ、強行するな、憲法を守れ、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から沖縄守れ、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から憲法を守れ、やつらを通すな、強行するな、やつらを通すな、強行するな、ノーパスさらん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 、戦争するな、憲法を守れ、戦争するな、憲法を守れ、勝手に決めるな、国民なめんな、勝手に決めるな、へりくつ言うな、勝手に決めるな、
ヘリクツ言うな、憲法を守れ、勝手に決めるな、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、憲法を守れ、未来を守れ、憲法を守れ、子供を守れ、憲法を守れ、平和を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、未来を守れ、アベはやめろ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 、集団的自衛権はいらない、解釈改憲絶対反対、解釈改憲絶対反対、解釈改憲絶対反対、戦争立法絶対反対、戦争立法絶対反対、やつらを通すな、強行するな、やつらを通すな、強行するな、ノーパッサラ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 、戦争するな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 、憲法を守れ、勝手に決めるな、憲法を守れ、勝手に決めるな、憲法を守れ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 、安倍はやめろ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 、戦争するな、戦争するな、戦争するな、安倍はやめろ。お疲れ様です。ちょっと舞台の撤収があるんでちょっとだけ降りて、いや、とりあえずそこの今やばいから一回止めて、で、今日もうただこちらの方となるよ、ちょっとちょっとあのステージどかすんで、あの水分補給とか、あの連絡取れてない人に連絡取ったりとか、あのまだ今日長いっすよ、まだ全然長いっすよ、今日は8時半っすけどまだあるんでよろしくお願いします。後ろの方がまだスペースあるので、そっちの方に行くか、こっちも空いてるので県政会館の方にも流れてください、お願いします。ちょっと前がもう厳しいので、あの揉めたりしないようによろしくお願いいたします。すみません、戦争させない専任委員会です。すみません、あの業者さんがすごい困ってて申し訳ない。あの今私あの手振っている方向ありますね。皆さん手振ってください。皆さんちょっとごめんなさい、ちょっと下がってほしいんです。1メーターか2メーター空くと、そこからですね、ミキサーとか
いろんなものを運び出せるのでちょっと下がってほしいんです。でそれに応じてですね、皆さんちょっと憲政記念館側の方に少し下がってください。今ちょっと機材を搬出したいんです。ごめんなさい、こう盛り上がってる時に申し訳ないですが、ちょっと皆さん一息ついてお茶か何かを飲みましょう。ちょっと道だけ開けてください。で今向こうの方にもちょっとね、すいません、お堀側の方にも少し下がった方がいいかもしれません。よろしくお願いします。またここの、オーイズオーバーの、あたりですね、そこら辺をちょっと開けてもらっていいですか。ごめんなさい、機材を搬出します。どうしよう、アナウンスと、ありがとうございます。空いていますね。そこら辺ちょっと開けたまんまキープしてください。ごめんなさいね。じゃあアナウンスはさ、ちょっとやってもらってもいいですか。はいはい、マイクって持ってます。マイクあります。土屋さん、メインのマイク以外は、落としてください。それで、徐々に撤収を始めていきたいと思います。徐々に撤収を始めていきたいと思いますので、皆さん混乱ないように移動をお願いをいたします。混乱ないように移動をお願いいたします。まず中央のステージを解体しますので、ステージ中央の皆さん左右に分かれていただけますか。混乱ないように左右に分かれていただけますか。
少し小森の側が空いてるそうなんで、1歩2歩あの後ろに下がってください。ごめんなさい、あのここがすごい混み合ってます。今の状況でちょっと荷物が出せませんので、ごめんなさい。歩道側へお戻りください。歩道側へお戻りください。
でください。お願いします。Yeah.
人だけ膨大な数万人が集まってくるから主な、ね、邪魔なだけなんだよ。狭いと狭いで帰ってするんだ。警察代表、国民の表現の自由の場を守れ。お前さんでも分かるでしょ、私が言ってると元に戻してって。警察は恥を知れ。自然にこれだったと思う。俺が来た時も倒れてたんだ。これだけの人数あれば当然倒れるのは当たり前でしょ。警察は恥を知れ。もし規制したらもっと
してもらっていいですか。アプライしてください。Thank you.
冷たいお水ですよ。どうぞ。はい、お疲れ様です。助かります、助かります、ありがとうございます。はい、どうぞ。あの集会が始まった6時半から、あれに関してもあなたは全然ネットマンだからネットマンとか今日味噌汁がすごい上手くできないやつすごい。Thank you.
ック、そして熱中症や餓死や凍死している路上生活者の方々のためにあるのではないでしょうか。そうだ。しかしこの国では今そんなの大げさだよとニヤニヤしながら言っている人が総理大臣をしています。私たちはこれを人類の侮辱と取らないでどういうことができるでしょうか。言葉を確認する安倍政権を理解することはできません。彼らは言葉を180度違う意味で使っているのではないでしょうか。安倍政権は解釈と言っています。しかし解釈という名の高いではないでしょうか。抑止という名の侵略ではないでしょうか。暴力という名の従属ではないでしょうか。要請という名の命令ではないでしょうか。世界はという名の目的じゃないでしょうか。いや、まだこれは安全保障という名の見殺しではないでしょうか。国民という名の国家ではないでしょうか。民主主義という名の独裁ではないでしょうか。そして最後にこれが一番大事です。平和という名の戦争ではないでしょうか。ここで人類を私たちの祖先の20万年かけて築き上げてきた人類の尊厳が侵されていることに気づき、ここで声を上げなければいけません。そして彼らが言っている言葉はまた180度違うので捉えることができるでしょう。彼らは憲法が足かせになり、国民との議論が与党との対立が長引くことによって、それが非常に無責任な行動であり、そして他国の要請に対して日本だけが出ていかないことが無責任であると、そして平和向けであると、そういうふうに言っています。じゃあこれを私が関係の違いまで捉えてみたらどうでしょうか。憲法は足かせではなく、私たち国民の最後の最強の盾となっているということ、そして戦争に協力しないということは無責任ではなく、我々の日本国憲法を持つ我々の重要な義務であるということ、そして時間がかかる議論、長引いている議論は、これが民主主義だということ、ですから我々も言葉の力を使って安倍政権を打倒したいと思います。先人たちから手渡された自由と民主主義という、この血まみれの血みどろに汗と涙が染み込んだこの言葉を、私たちは新たに息吹を吹き込みましょう。そして先人たちも同じくそうしてきたように、私たちもまた言葉を武器として安倍政権に立ち向かいましょう。そうだ。安倍政権は今理想と現実の間で苦しんでいると。理想、憲法という理想だけではやっていくことができない、現実のことを見なければいけない、平和なんて非常の空論だ、空想的だ、そういうふうに言っています。しかしそうでしょうか。私たちが求める理想とはどこにあるでしょうか。80年前の戦前の日本に戻ることでしょうか。それともどこか他の場所にあることなんでしょうか。頭の中だけにあることなんでしょうか。いや、ここで違うと僕は言いたいです。私たちの理想とは、理想の国とは、私たちが今ここに立っているこの場所にあります。どうだ。この場所を私たちが立っている場所にしか理想は存在しません。だから平和を叫ぶということは、この地上に、この現実に、この空間に国を作るということではないでしょうか。私たちは安倍政権と私たち、果たしてどっちが理想的で、どっちが現実的な国なのか、それを私たちは今ここで問い詰める必要があるのです。最後に僕は憲法9条を読んで終わりたいと思います。これをどういうふうに解釈したら集団的自衛権になるのか僕には分かりません。しかし最後に読み上げたいと思います。日本国憲法は、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
はちょっとなんかここで終われないでしょと思って、やっぱ今日の委員会の採決見て、強行採決って形で見て、なんか本当腹立ってるんで、だからここでこんだけ人が集まってるんですよね。本当雨降ってやばいと思ってて、あの会社キャッチボールは全然付き合う友達です。まだ明日もありますし、明日台風かもしれないですけど、まあ明日は明日考えましょう。ちょっと雨が降ってまずいなと思う人は今出来たって全然大丈夫。ゴールしちゃってもいいですかね。ゴールしちゃってもいいですか。Stop!
ください。